禰豆子たんに忍ぶ、かなおちゃん、どれにしようかしら。よ、霊夢、こんなとこで何してるんだ？は？もう、いきなり声かけてくるから、びっくりしたわ。おお、これは鬼滅の刃のフィギュアか。限定バージョンよ。限定バージョンはいいよな。そういえば、鬼滅の刃のフィギュアを魔改造して販売してた男性が書類送検されたな。え？フィギュアの魔改造で？ああ。ちなみに、渓谷も駆逐艦クアンゲトデワンを魔改造しているらしいぜ。駆逐艦の魔改造？これは気になるわね。ということで今回は韓国駆逐艦クアンゲトデワン艦日本の P1 紹介機の脅威を受けて重装魔改造するをお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、今回は渓谷の駆逐艦が、なぜ魔改造することになったのかじっくり解説していくぜ。一体なんで魔改造したのかしら？2018年12月20日、東海大和太漁場近くの公海上で、北朝鮮船舶から救助要請多分背取り中を受けて出動した。渓谷ご自慢の海軍駆逐艦公海度対応艦と、海洋警察の警備艦5001個と、日本の海上自衛隊 P1 哨戒機が低空で接近する事態があったんだ。すごい話ね。だよな。この時、渓谷が何を思ったかは不明だが、それから約3年が経ったある日、クアンゲトデワン艦は再び姿を現したんだぜ。まさか、パワーアップして帰ってきたの？その通りだぜ。防衛事業庁は、ポンコツと言われてきたクアンゲトデワン艦の性能を大幅に向上させ、性能改良作業を終えたんだ。どこをパワーアップしたのよ？噂では、戦闘システムとソナーを洋上任務に迅速に適応することができるように、パワーアップしたようで、これから相当期間、現役で活動する見通しだ。すごいじゃない。3年間修行したのね。サイヤ人じゃないんだから修行はしてないと思うぜ。そもそも、高解度対応艦は背取り中に P1 哨戒機に見つかり、火器管制レーダー照射をした艦艇でもあるんだ。あったわね。そんな事件。何やら、クアンゲトデワン艦の改良工事が終わったらしいわけで、何を改造したのかはまだはっきりとはしていないんだな。でも、このクアンゲトデワン艦は、渓谷海軍の主力駆逐艦なわけでしょ？そうだな。李春新旧駆逐艦などの後継艦も出回り始めてはいるが、クアンゲトデワン旧駆逐艦といえば未だに渓谷海軍では現役の主力駆逐艦だぜ。まあ、時代遅れのポンコツ駆逐艦を、いくら改造したってポンコツなのよ。そんなポンコツでも渓谷では重宝していて、様々なシーンで運用されているようだぜ。だからこそ、背取りの協力なんかもやっていたらしいという話なんだな。所詮、ザクが魔改造されたって、ハイメガランチャーを搭載する程度でしょ。やたら強そうだな。話が脱線したが、この艦、主力と目されながらもちょっと問題を抱えているんだ。ポンコツな以外に問題があるの？ああ。2014年の国会国防委員会の国政監査では、クアンゲトデワン艦などの戦闘システムが486コンピュータ 26MB のメモリの機器を使用することが発覚して、論議が巻き起こったんだ。何それ？すごいの？すごいというより、そもそも運用できないだろうという感じだな。つまり、オーバースペックなのね。そうだな。これによって、戦闘システムが頻繁にダウンされて再起動が頻発したわけで、高画質映像と写真などの情報を送信したり、共有する制約が発生しまくったんだぜ。無理するからこうなるのよ。そもそも、クアンゲトデワン艦の戦闘システムがしょぼすぎたのが問題で、実際にこのクアンゲトデワン旧駆逐艦3隻とも、パワーアップのため回収するという流れになっていたんだ。というか、渓谷の潜水艦ってすべて戦力外通告じゃない。それを言っちゃおしまいだぜまあ、高解度対応旧駆逐艦は以前も、各種ミサイル、魚雷、レーダー、音波探知機など先端戦闘装備を搭載した艦艇が、単純な停電のため、すべての作動を中断することになり漂流する羽目になったりと、不遇続きなんだが、これは、艦艇に装着されたバッテリーの半分以上が不良だったのが原因だったんだぜ。勝手に自滅するなんて、世界でも警告くらいなのよ。そうだな、座礁や敵による襲撃ではなく、海軍の管理不足で最先端自称駆逐艦が止まったんだからな。平時に起きたため大事に至らなかったが、もし有事に発生していれば海上安保に大きな問題が発生するところだったろう。大変なことになってたでしょうね。この他にも、海軍の主要装備と武器体系の故障は多いと言われていて、ほとんどひっきりなしにどこかが故障しているレベルだな。故障している時間の方が多いんじゃない？そんな状態にもかかわらず、渓谷の海軍当局は、根本的な解決策を出していないんだ。海軍は数年前から、4万千人の定員では増えた装備を運営するのが難しく、装備修理のような地上作業に困難があると訴えてきたんだぜ。まあ、海軍だけに問題があるわけじゃないわよね。
政治にも問題があると思うもの。ああ。そもそも、あのあらゆる商社事件なんて無関係に、前々からずっと近代改修が必要な状況だったんだぜ。そうね。古くなったポンコツなんて、もっと使い物にならないわ。それを、わざわざ騒ぐことで近代改修の意味を強調したふりをしているだけとも言えるし、そんなことばかりしているから、お隣さんは世界から信用されないんだぜ。視聴者の皆さん、パワーアップして帰ってきたクアンゲトデワン館についてどう思いますか？コメント欄で教えてね。それで、クアンゲトデワン館は他に、どれくらいの問題を抱えているの？他にもたくさんの問題エピソードがあるんだぜ。例えば、2018年のクアンゲトデワン館の映像機器に P1 哨戒機の飛行姿を撮影した時なんか、最小手続きもしっかり行われていない状況での、老朽装備で撮影された映像だったために、あまりに画質が悪くて公開が難しいレベルだったというのもあったな。画質が荒すぎるなんて、撮影している意味ないじゃないの。そうだよな。結局、海上警察が捉えた映像で当時の状況を知らせたわけで、こんなレベルで任務に当たっているというのが笑えるな。というか、それって監視業務が正常に行えていないということなんじゃない？ああ。普段どんな任務をしているのか聞いてみたいぜ。他にも、戦闘システムの CPU だけではなく、様々な面での老朽化問題もあったしな。ふむ、それで今回の改造イベントが始まったわけね。その通りだ。今回の改造イベントでは、ユン4波級高速艦をはじめとした、国産艦の戦闘システム向上を目的として進められているな。ほうほう。現在、戦闘システムの性能向上が行われた国産艦の戦闘システムは、インチョン級とテグ級護衛艦で、搭載されているバージョンでは、先進国と同様のレベルまで性能が高まったとも言われているぜ。先進国にやっと追いついたの間違いでしょ。そして、高解度対応艦と同等艦の戦闘システムはこれを活用し、老朽システムを国産戦闘システムに置き換えつつ、既存のオランダのゴールキーパー近接防御システムと、イタリア製 127mm 砲などの武装を電子システムで制御する作業も行われたんだ。いろんな国の兵装がごちゃ混ぜでややこしいわね。まあ、キメラ兵器ばかりの国だからな。そもそも、1990年代以前に作られた武装を、現在の情報通信技術を活用して制御することは容易なことではないが、この作業が成功すれば戦闘力の維持と海外市場への進出にとっての、大きな助けになる可能性が高いんだぜ。インドネシアとかなら警告の駆逐艦買うかもね。そうだな。性能が改良されたクアンゲトデワン艦と同級トラップはターゲット監視能力は3倍以上。情報処理速度は100倍以上に増加させて戦闘指揮能力が大きく向上しているし、潜水艦対応能力の向上のために、最新のライン配列例のソナータスに置き換え、水中ターゲットの検出と追跡性能も高くなっているそうだ。まるでドラゴンボールみたいね。100倍パワーアップだなんて。確かにな。でも、これだけ性能が向上してると、お高いんでしょう？どうだろうな。明確な金額は公開されていないが、クアンゲトデワン艦の武装交換はほとんど行われていなかったし、シースパローを使用するクアンゲトデワン艦対空ミサイルを交換して、米国産 ESSM を導入するべきなのに、経済規模を考慮して紙導入なんだぜ。コスト削減してるのね。ああ。国産ヘグン艦対空ミサイルは、米国産のマーク48の垂直発射艦とのシステム統合の問題があるし、セジュンデワン級イージス駆逐艦のように国産発射艦を設置する方法があるが、やはりこちらも費用負担は高額だ。お隣さんは貧乏だからしょうがないね。それに、テグ級フリゲート配置事業が進んでいる中で、老朽艦艇の性能改良に過度の予算を投入することはいかがなものか？と思うんだぜ。警告的にも予算を確保するのが難しいし、慎重になるべきだという指摘も多いようだしな。あんまり、古い艦艇にお金かけてもね。現在、クアンゲトデワン艦と同級艦は性能改良後も、当分の間は警告の第一線で活躍する予定だが、テグ級フリゲート4隻配置が戦力化されると、一線から退く可能性は高いわけで、あまり投資しても回収できないということになりかねないしな。やっぱり新品を作った方がいいと思うのよ。その新品の駆逐艦が作れなくて困っているわけだがな、それに、オランダのゴールキーパーなんて、懐かしすぎるよな。確か、警告軍が取り付けると、自分の艦艇にオウンゴールして撃っちゃうのよね。ああ。この大変素晴らしい兵器は、警告軍が取り付けた時にだけ、自爆するかのように自分の艦艇に標準が入るわけだな。完全に取り付け位置間違ってるのよ。それに、戦闘システムの入れ替えとか言っているが、まずは軍の体制と指揮系統を入れ替えた方がいいと思うがな。ついでに国のトップも入れ替えましょう。そもそも、
テグ旧フリゲート艦とインチョン旧フリゲート艦に新しい兵装を取り付けるために、いろいろ無茶やったようだし。確かにテグ旧フリゲート艦が収益したことで、警告海軍の総合力は上がっているかもしれないが、テグ旧フリゲートが動力の関係でまともに動いていない、という問題を忘れたままのような気がするんだぜ。私だって忘れてたわよ。そうなると、当面はクアンゲトデワン旧フリゲート艦を使っていくしかないわけで、やるならもっとがっつりと近代化した方が良かったと思うんだがな。無理でしょ、お隣さんの頭の中だって近代化されてないんだし。間違いないな。一番の脅威は日本の P1 哨戒機ではなくて、実は建造した艦の近代化をちっともやらない警告海軍の体質だとマリサは思うんだぜ。整備補修もできないのでは、話にならないし、もっと技術力を磨くべきだな。3兆ウォンを超えるお金をかけて作っている、海軍の新型護衛艦のテグ級フリゲートだって、頻繁に油漏れの現象が起きているのに、軍当局はまだ原因をつかめないのも問題よね。そういえば、そんな問題もあったな。新型護衛艦は現在も速度を下げたままで運航していて、油漏れが続いているらしいぜ。油が漏れたまま使うなんて危険すぎでしょ。それに、プロペラシャフトがスラスと時空気を損傷させる問題も関係機関が原因を究明中なんだぜ。二つも問題があるのね。まあ、防衛事業庁のプレスリリースによれば微量の油漏れとスラスと時空気の損傷は事実だが両者の問題に関連性はなく、関係機関が協力して設計を修正中で2022年上期までに対策を終えると説明しているが、修理の実施目処は立っていないな。低速巡航時と高速時で駆動方式を切り替えるにあたって、9分くらいかかるのもやばいしね。そのせいで、収益から合計500日も止まっていたしな。もう、配管にして新しい管を作るべきだと思うわ。だから、新しい艦艇を作る技術がないんだって言ってるだろ。レーダー照射なんてしなければ、日本に修理してもらえたかもしれないのにね。頼まれたって修理なんてしたくないけどな。まあ、警告の潜水艦事業は、想像以上の窮地に立たされているようだぜ。そういえば、最近ニュースで、クアンゲトデワンがレーダー照射をした事件やってるわよね。ああ、レーダー照射事件が解決するかもしれないらしいな。それ本当なの？まあ、経日政府が哨戒機の威嚇飛行問題で5年以上中断していた両国の防衛交流を再開する予定なのは確かだぜ。警告の新温宿国防部長官と日本の木原稔防衛相は、5月31日から6月2日までシンガポールで開かれたアジア安全保障会議シャングリラ対話を機に、防衛省会談を開き、再発防止策などを確認する見通しだと、読売新聞が20日付で報じていたからな。再発防止策を協議するの？ああ。両国の国防当局間の最大懸案だった哨戒機問題レーダー照射問題を完全に解決し、関係正常化に乗り出す方針らしいぜ。両国は高官級の相互訪問など、防衛交流を再開する計画だな。また、警告海軍と日本の海上自衛隊が哨戒機問題の再発防止に向けた文書を交わす案も検討されているぜ。へえ、いろいろとやるのね。そうだな。読売新聞は海上衝突を避けるための国際基準海上衝突回避規範9図を踏まえ、公海上の飛行航行の自由や安全の確認、現場で接近した際の意思疎通の徹底などについて合意する方向だと報道しているぜ。まあ、悪いのは警告だけなんだけどね。その通りなんだが、いつまでもいがみ合ってても仕方ないからな。警日防衛省は昨年6月に会談を行い、両国が鋭く対立している哨戒機問題をめぐる事実関係は問わない代わりに、再発防止策を作ることで一致していて、国交正常化を目指して協議を重ねているしな。そもそも、レーダー照射ってどんな事件だったっけ？哨戒機問題は2018年12月、警告の駆逐艦クアンゲトデワンが東海トンヘで漂流中の北朝鮮漁船の捜索作業を行っていた際、近くを飛んでいた海上自衛隊の哨戒機に向けて火器管制レーダーを照射したと日本が主張したことで始まったんだ。警告はレーダーを照射した事実はなく、むしろ日本の哨戒機が威嚇飛行を行ったと反論し、対立が続いてきたんだぜ。やっぱり警告が悪いわね。マーナ国防部のチョンハグ報道官は定例会見で、哨戒機問題と関連し、昨年警日防衛省会談で両国の立場を確認した上で、未来志向的な観点で再発防止対策作りに取り組むことにし、その延長線上で今も緊密に意思疎通を図っていると述べたな。さらに現在協議を進めているとし、具体的な内容はまだ申し上げられないと説明したぜ。未来志向的な視点ねー。警告が一方的にレーダー照射したんだから、まずはごめんなさいって謝るのが筋だと思うわ。そうだな。まるで国交正常化のために仕方なく意思疎通を図っていると言わんばかりの態度はおかしいぜ。
やっぱり警告とは仲良くなれない気がしてきたわ。まずは軍拡を。これからも警告から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。